覚悟するがいい、ソニック。貴様への憎しみを全て注ぎ込んだ究極兵器が完成したぞ。敗北の歴史、屈辱の記憶、この究極兵器で一丁前にして返してくれるわい。わしの長年の夢、エッグマンランド、いやエッグマン帝国による世界征服が現実となるのじゃ。ほうほほほほ、今度のボスは本気だ。だね。で終わりだ、エッグマン。終わるのは貴様の方じゃ、ソニック。味わうがいい、わしの新たな力を。うわっ、うっ、ああ、シャドウ、お前ターボック、メタル、カオス、なに、そんなソニックよりも早いなんて。早いっていうより、とにかくスキャンして調べなきゃ。お前一体どうやって。よし、テイルス、あいつの力は何なんだ。調べてるけどデータが変なんだよ。全く見ない風景なんだ。テイルス、さすがにそろそろ。ソニック！エッグマン軍がどうにも止まらねえ。ソニックがいなくなったことでみんな弱気になって戦いにならねえ。ベクターまで弱気になってどうする。私今でもソニックが一緒にいる夢を見るの。もしかしてソニックは。俺もそう思いたいが、現実はソニックはいない。そしてテイルスも行方不明のままだ。今はあの二人抜きでやらなきゃならない。その通りだ。我らはこの半年間奇跡を願ってきたが、やはり奇跡は自分たちで起こすべきだ。みんなエッグマンの大軍に怯えちまってる。みんなを勇気づけるためには、戦いの優劣は物量じゃないってことを見せてやらないとな。でも怖がらない人もいるよ。今日も新入りが来るんだよね。ああ、市街地の生き残りだとか。ファイルにアクセスしてみるわね。ナックルズ、戦況はどうなってる。お前らの無事だけが吉報だ。グリーンヒルの防衛線がエッグマン軍に破られた。報告によると防衛隊はソニックをやったあの野郎。悪い、言葉にしたら思い出しちまって、野郎を見て震えるだけだったってよ。こいつ以外はな。こいつはあの戦いを生き抜いた大したやつだ。俺たちの新しい仲間になる。頼りなさげ。言うじゃねえか、チャーミー。先輩として可愛がってやれよな。えへへへ。新入り、こいつを持ってけ。頑張れよ。よし、じゃあ行くぜ、みんな。世界を取り戻すぞ。これでもダメか。どこが悪いのかすらわからないや。ごめんね、いつか修理を。ん？うわ、カオス？無駄な抵抗はよせ、そして消える。
心を感じるぞ、絶望に落ちた弱き心。実に甘美だ。恐怖におののき無様に泣き叫べ。うまくできたら見逃してやるぞ。貴様の最後だ、ソニック。よう、どうした？俺をパーティーに誘いに来たのか？でもエスコートがお前じゃな。おっと。自由になれたことだし、エスコートはもう無用だぜ。哀れな奴よ。その程度で自由だとは少し。現実というものを思い知らせてやる。現実を思い知るのはザボック、お前の方だぜ。この音どこかで。おっと、それどころじゃない。早くここを出ないと。大丈夫か、立てるか。俺を助けに来たのか。ああ、嬉しすぎて言葉も出ないぜ。最近話せる相手がいなかったからな。シーリー、生きてるか。もちろん。俺を誰だと思ってんだ。エイミー、よかった。このコブのワープだ、エイミー。どうやって帰るんだ。駅のど真ん中にいる二人を早く脱出させてやんねえと。お気遣いどうも、ナックルズ。想定外だが、ヒーロー気取りの偽善者をいたぶるのも悪くない。貴様らに教えてやろう。弱者に希望などないということ。希望はあるさ、捨てない限り。はっ。捨てたのは命だったな。交代だ、あとは任せろ。どこの死に損ないかと思えば、青い救世主君か。貴様からは匂うぞ、恐怖がな。この俺に破れた記憶が蘇ったか。匂い？気のせいじゃないか。名前も知らないお前のことなんて全く覚えてないぜ。俺の名はインフィニット。会うのはこれが最後になると思うがな。Thanks。じゃあインフィニット、ついでに教えてくれ。お前の好きな色は？寂しい夜に聴きたい曲は？お前の力の秘密は？なんなら最後のだけでもいいぜ。俺の力の秘密など貴様には関係ない。そりゃ残念。だったら力づくで教えてもらうぜ、仮面野郎。うん、面白い。やってみろ。うわっ、おおおおあ、ソニック、前から来るぞ。なるほど、雑魚なりに努力したようだが、貴様の敗北に変わりはない。予定通りの結果だ。貴様のようなゴミにとどめを刺すまでもない。くそ、やっぱりあいつの力の秘密を突き止めないと。これで試作型ファントムルビーの廃棄は完了です、ドクター。こいつは最初に起動させたものしか使えん欠陥品じゃからな。ええ、俺並みの精神力がなければその起動もできません。ミスティックジャングルの研究所も閉鎖したし。これで。そうじゃ貴様、あそこで逃げ出したソニックに会ったそうじゃな。はい、だが俺の前ではただのゴミ、気にする必要もありません。見逃したのか貴様、ゴミと危険物の区別もつかんのか。これは失礼。ソニックに負け続けたドクターとは違い、俺は勝ったことしかないので。ファントムルビー試作型、ソニックは生きてるって。どうした。何も、計画は予定通りに。無論じゃ、時来たればレジスタンスどもは消滅し、世界は怪人に帰す。
栄えあるエッグマン帝国はそこから生まれいずるのじゃ。そして世界中のゴミどもはファントムルビーの力に恐怖し、ただひれ伏すのみ。貴様、おのれ許さんぞ。ソニック、やったね。どんなに抵抗しても対局は変わらん、哀れなやつよ。こうして貴様らと遊ぶのも最後かと思うと感慨深いの。きっちり3日後、わしの計画で貴様らは皆消滅するのじゃ。3日後、計画って？言ったらサプライズにならんわ。よく言うじゃろ、絶望を待つ苦痛は絶望そのものに勝ると。例えが難しすぎたかの。ほう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 。ん？ピンピンしてるぜ。お前は久しぶりだな、元気か？ソニックが無事でよかったけど、悪い知らせもあって、エッグマンが僕らを3日で滅ぼすって宣言したんだ。3日でだよ。3日か、それだけあれば十分だ。シャドウ、一体どうしたって言うんだ？なっ、カオスコントロール。シャドウがもう一人消えた。こいつはフェイクだ。フェイク？どういうことだ？雑魚の相手には飽きたな。どこかに骨のあるゴミでも落ちていればいいが。ゴミの方から来たか、それとも運悪く迷い込んだか。戦って死ぬか、逃げてなぶり殺されるか、好きな方を選べ。ピンチの今こそ見せ場だぜ。怖い時こそ前に進むんだ。いいだろう、恐怖を教えてやる。それから痛みだ。もっともすぐに何も感じなくなるがな。思い出したぞ、貴様はあの時見逃した。せっかく拾った命をわざわざ捨てに来るとは、バカなゴミだ。終わりだ、消えろ。何？なんだ今のは。まさか、いや、ありえん。ふん、まあいい、どの道あと2日の命だ。せいぜい全てが終わるまでの間、悪あがきしてみせるがいい。やったな。俺たち息がぴったりだぜ。少し息がつらそうだけどな。レジスタンスどもが小賢しい抵抗を。靴の裏にひっつくベトベトのゴミめ。靴どころか見事に足元救われましたね。いや本当、足もないのに何言ってんの。そうやって上げ足を取るなよ。計画の成就まであと5時間。インフィニットよ、戦略的撤退じゃ。一旦引いて体勢を立て直すぞ。戦略的撤退というのはつまり尻尾を巻いて逃げ出すということか。クズども相手に臆しているんじゃないか、ドクター。黙れ、とにかく引くんじゃ。待て、待て。
よく来たソニック。自らの葬式に間に合って何よりじゃ。インフィニットやれ。なんだこれは。あえて名をつけるのなら、そう、虚無空間じゃ。虚無空間。ファントムルビーによって作られた、あらゆる次元から閉ざされた無の世界じゃ。さらばじゃソニック、かつての我が宿敵よ。虚無空間を永遠にさまようがいい。よせ、離すんだ。お前まで一緒に。そんな、動力源は壊したはずなのに。甘い甘い。わしの武器の動力源はしょっちゅう壊されるんで、いい加減学習してな。メトロポリスの地下に予備を作っておいたのじゃ。はあ、ボス、なんじゃと。虚無空間から脱出など不可能なはずじゃ。一人ならな。でも俺たちはコンビなんでね。友達のいないお前にはわからないことさ。これで勝ったと思うなよ。最後に笑うのはこのドクターエッグマン様じゃ。自分の名前に様をつけてるようじゃ友達は無理そうだね。あいつは何で。おっしゃ、行くぞ。久しぶりだな。会えて嬉しいぜ。奇遇だな。俺もだ。貴様らをすりつぶすのはたまらなく楽しいからな。すりつぶされる準備はできたか。まあできてなくとも構わんが。貴様。アーベック確認。ハイドモードに移行する。銃突撃シーケンス始動。オメガ、あんた生きてたのね。すごいわ。うるさい、ゴミどもが次から次へと。貴様らまとめて灰にしてやる。地獄の豪華でな。おい、冗談じゃねえぞ。あれはただのまやかしなんだよな。違う、違うよ。ファントムルビーに支配された僕たちには現実なんだ。絶対絶命。あんなもの一体どうすれば。あの太陽を落として焼却処分じゃ。ドーン、ジエンド。つわものどもが夢の跡じゃ。ねえ、その反応、エッグマンが言ってたファントムルビーの試作型じゃ。ちょっと見せて。やっぱりそうだよ。試作型は最初に起動させたものだけに反応するって言ってたから。この反応は君のだ。君の勇気と強い意志が起動させたんだよ。ひょっとするとこれを使えばあの太陽を消すことができるかも。運命を受け入れろ。貴様らはここで終わりだ。おおほほほ。2、1、0じゃ。あれは太陽が消えたぞ。なんじゃと。なぜそれを。試作型は全て処分したはず。見落としが運の月だったね。僕なんかしつこいくらいに確認するんだ。優秀な科学者なら当然だよね。野郎ども、準備はいいか。反撃の時は今だ。ヘッドマンをぶっ飛ばすぞ。やった。
哀れなハリネズミだ。ファントムルビーが弱まったとはいえ、俺と貴様とでは神とゴミほどの差があるのだ。その格の違いというものを思い知らせてやる。俺は別格なんでね。思い知るのはお前の方だぜ。ありえ、俺の無限の力が。違うな、インフィニット。本当の無限の力はハート、ソウル、それと友情の絆さ、うん、3つが偽物のお前たちにはない力だ。おい、やめろ。俺はまだ戦える。まだ。インフィニット、やってくれよったな、ソニック。まさかインフィニットが敗れるとは。まあよい、貴様を倒す楽しみが増えただけじゃ。これで終わりと思うなよ、ドブネズミど。計画は延長戦に突入じゃ。やった、やったな。これでエッグマン軍もディエンド。俺たちの勝利だ。へん。今度はなんだ。スッキリ勝って終わりにさせてくれよ。見て、バカめ、要塞の動力炉はおとりじゃ。真の勝者は最後まで切り札を隠しておくものよ。どうなってんだ、ソニック。敵が減るところが増えまくってんぞ。え、こんな感じ、ありえない。確認できる反応だけでもシャドウ、メタルソニック、ザーボック、カオス、それにインフィニットまで数万の軍勢よ。何をした、エクマン。ほうほほほほ、ファントムルビーをこのデスエッグローに組み込んだのじゃ。そんな、エネルギー供給の弱点がなくなったってことは、ファントムルビーは完全無欠の存在に。察しがいいのう、テイロス。もはやこのデスエッグロボ、いや、わしはインフィニットをも超える完全体となった。貴様らはファントムルビーの力を得たわしによって滅ぼされ、我が計画は成就となるのじゃ。何が計画だ、笑わせるぜ。どうせお前の計画なんて、瓦礫の山で地団だ踏んで終わるのが関の山さ。みんな、行くぜ。元気出せって、きっとまた会えるさ。さーてみんな、しんみりするのはここまでだ。これから大忙しだぜ。世界を元通りに直さないと。仮想じゃない、心の通った現実の世界にな。うん、ああそうだね、うん、よしみんな行くぞ。やれやれ、これで長かった戦いも終わり、故郷に帰れる日がやってきたぜ。レジスタンスも解散だな。でもやるべきことは山積みだ。気は抜けないぞ。うん、なんだ、旅に出るって。まだ世界でやることがある。そうか、わかった、止めねえよ。ああ、お前さんを最初見た時はテンパりまくっててよ。一体どうなることかと思ったが、見直したぜ、テイストですね。俺はずっと分かってたぜ、新入り。おっと、もう新入りだなんて呼べねえな。あんた大活躍だったわ。ほんと、どっかでずっと寝てた誰かさんとは大違い。戦
いが終わってレジスタンス軍はこれで解散だけど、僕たちはこれからもずっと仲間だよ。世界を修復する大仕事は一人じゃできやしない。みんなで力を合わせてコツコツ作っていくしかないんだからね。お前も行くんだってな。俺もそんな感じだ。いつでも前に進むんだ。そうすりゃ俺たちはいつでも一緒さ。うん、じゃあな、相棒。